はい、こんばんは。チェックしてみました。なんでね、ちょっと見ていきたいと思います。12月17日土曜日、今度の土曜日ですね。パッと見ね、面白そうなのはそんなないかな。まあさほどね、スペシャル番組も、中居正広本気の5番勝負とかね、そういうのありますけど、まだ全体的にはスペシャル系はそんなにないです。あとは報道スクープスペシャル、炎の体育会テレビスペシャル、まあ、こんな感じですね。特に個人的に見たいものはないです。仕事ですで、18日日曜日ですね。この日はね、私仕事です。まあ、ザ・漫才2016プレミアマスターズ、あとはね、まあ、いきなり超過酷伝説、これがありますね。ティラミスだけで1週間生活に平野ノラが挑戦とかね、まあ、いくつかね、企画があって、それをね、芸人たちがやっていきそうな感じです。で、バイオハザードのね、4かな、これ 4?1?2?V って、はい、アフターライフ、どっち、多分4かな、2010年とか5があって、次がファイナルが4かね。まあ、バイオはいつも見てるんですけど、見る可能性は高いですね。だからこのいきなり超過酷伝説を見て、バイオに行く可能性が高いです。で、この日ね、4チャンネルでね、今夜決定、ガキメンバーが選ぶベストオブ絶対笑ってはいけない。これがね、11時5分からあります。で、12時からね、普通のガキの使いやらへんでがあるんでね、ここは見ようかなと思ってます。で、19日月曜日ですね。この日はね、特にね、私が見たそうなのありません。テレビスカットジャパン SP とか、好きか嫌いか言う時間スペシャル、 Q 様3時間スペシャル、世界丸見えスペシャルとかね、人生が変わる1分間の深い話2時間スペシャルとかありますけども、特に見たい系のはないですね。うん、ないです。で、12月の20日。この日は私仕事休みかな。この日は、優しい人なら解けるクイズ優しいねスペシャルだとか、まあ、クリスマスドラマ、嘘のような本当の瞬間スペシャル。これも大体いつも2時間ぐらいやってるんでね、スペシャルと言いつつそんなでもないと思います。で、私が好きなね、マツコの知らない世界。これスペシャルじゃないですけど、マツコの知らない世界がね、まあいろいろあって今年で終わりっていうんでね、ちょっと寂しい感じはするんですけども、まあしょうがないですね。で、逃げるは恥だが役に立つが終わりですね。これね、私見てなかったんですけど、後半からちょっとね、いろいろ話を聞いて、見るようになりました、ちょっとずつ。まあ楽器好きなんでね。最終回も見ようかなと思ってます。前回もね、前回は確か丸々見たのかな。うん。まあ最初の頃は分かんなかったんですけど、まあ最後なんで見ようかなと思ってます。でね、たけしのね、健康エンターテイメントみんなの家庭の医学スペシャルもありますね。で、これね、私が見よう、これはね、見るであろう、チェック項目が。火曜サプライズのね、師走の2時間スペシャル、森泉と浅草アポなしグルメ旅とかね、いろいろやってますね。で、9時からはね、幸せボンビーガールクリスマス2時間スペシャル、これはまあ見ようかなと思ってます。そして12月21日ですね、はい、おじゃまっぷスペシャルがありますね、この日は。あとは、パッと見、カラオケバトルスペシャル、徳川家260年最大の謎、隠された財宝3000億円徹底解明スペシャル。昔ね、よく徳川の埋蔵金のね、やつは見てたんですけど、これはね、どういうところにね、こう、スポット当ててやるかっていうのがちょっとわかんないんで、まあ、この日仕事で多分残業なんで見れるかどうかわかんないんですけど、帰ってきてたら、ちょっとね、チェックなんかもね、していきたいと思います。
あとはね、クリームクイズ、ミラクル9、3時間スペシャルとかね、消費者観察バラエティ、世界仰天ニュースとか、そういうのがスペシャルになっています。特にね、これっていうのはやっぱりおじゃまっぷスペシャルが見れたら見ようかなっていう感じですね。はい、で、12月22日木曜日。この日は確か休みだったかな。番組的にはね、世界のいたずらドッキリ映像35連発。で、これ私見るでしょう。トンネルズの皆さんのおかげでした。年末特大スペシャルですね。あとは和風総本家スペシャル。モニタリング3代目4時間スペシャル。こんなのもありますね。モニタリングはね、まあ、見たり見なかったりっていうのがあるんで、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあ、ちょろっと見ながらね、面白ければ見るかなっていう感じだと思います。あとは日本人の3割しか知らないこと。クリームシューの花鷹。優越感2時間スペシャル。これね、私黄金伝説の方が好きだったんで、ちょっと残念ではあるんですけど、うん、これは見ないかな。で、まあ、トンネルズの皆さんのおかげでしたもそうなんですけど、4チャのね、ぐるなりのゴチになります。今夜首が決まる。大生産4時間スペシャル。これがあるんですね。ぐるなりね、ぐるなりのゴチは、毎回は見てないんですけど、やっぱりこういうね、最後のスペシャル感満載の時は見たりするんで、ちょっとね、この3つの番組をね、掛け持ちしながら見ていきたいと思います。ぐるなりはね、7時から始まってね、10時54分、11時ぐらいまであるんで、結構な長丁場になってますね。で、これね、ちょっと気になるところがね、フジテレビのね、この枠、12時45分から1時45分、ここがね、1時間空いてるんで、ひょっとしたら、私の好きなね、ゲームセンター CX のね、スペシャルかなんかが入ってくる可能性があるんで、ここはちょっと、気にして見ておきたいと思います。やっぱ結構時間かかるな。で、12月23日ですね。この日はね、モグラの歌、潜入捜査官スペシャル。これ前回のやつね、テレビで見たんで、ちょっと気にはなってます。なんで、まあ、見れたら見ようかなって感じですね。あとはね、嘘か本とかわからない、やりすぎ都市伝説スペシャル。こちらが4時間スペシャルですね。で、ぴったんごカンカンもスペシャルです。結構ね、旅番組とかそういうの好きなんで、これをメインに見ていくんではないかなと思います。で、ミュージックステーションスーパーライブ2016。こちらがやっぱり7時からね、11時超えですね。やっぱり長いですね、ここは。力を入れてるだけあって。今回はビーズ出んのかな、うん、書いてないですね。で、日テレの方はね、真実か嘘か、日テレ系人気キャスター大集合スペシャルとか、あとはベイマックス、こんなのがやっています。12月24日土曜日ですね、フィギュアスケートのね、女子シングルショートプログラム、まあ、フィギュアスケートがやってますでね、最近はちょっと見たり見なかったり、まあ、次の日仕事だったりするとあんまりね時間帯遅いんで見れてないんですけど、1時45分からね、アカシアサンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー2016、これがねあるんで、これをね次の日曜日休みなんで見るかもしれません。やっぱり気になるところはね、アドマチック天国。これね、番組的には好きなんでね。今回はね、金賞特集になる。あ、金賞だけじゃないね。足立区調布。まあ、これもスペシャル。1時間半ぐらいのスペシャルなんで、これも見たいと思います。他にはね、家、うち、ついていっていいですかスペシャルとか、ジョブチューン3時間スペシャル。ビートたけしの超常現象スペシャルだとか、エンタの神様。こんなスペシャルもありますね。で、テレ朝でね、バイオの5、これがやります。これはまあ見たことあるんで、アドマチック天国だとかをメインにしながら、ちょっと見るかなという感じかもしれませんね。はい。で、12月の25日、日曜日ですね。この日は特に面白そうなのないね、私的には。フィギュアスケートがありまして、所さんのびっくり村、所でなんじゃこりゃ合体スペシャル。あとはね、バナナ、この下か、珍種目、ナンバーワンは誰だ、ピラミッドダービースペシャル。ビートたけしのテレビタック。噛むね、私ね、舌足らずなんで、ちょっと噛みやすいんですけど。で、日テレの方はね、特に鉄腕ダッシュとかあるんですけど、スペシャルにはなってないです。
はい、12月26日月曜日、ここからね、だいぶスペシャル感満載になってきてます。長枠のね、この帯でね、番組が続いてますね。フジテレビでいうと6時半から、スマスマ、これがもうスマスマも今年で終わりってことでね、これがファイナルを迎えるスペシャルでしょうか。6時半から11時頃までやってますね。で、12ちゃんはね、You は何しに日本へスペシャル、世界なぜそこに日本人スペシャル。で、深夜枠でね、映画弱虫ペダル、リライド、私ちょっと読めないですけど、2014年のね、映画ですね。アニメとか漫画は見てないんですけど、次の日が休みじゃないな、多分見ないな、じゃあ、まあ、そういうのがあります。で、TBS は、テレビ殿堂入り映像祭り2016で、ビリギャルがありますね、有村架純ちゃんの。これはひょっとしたら見るかもしれないです。最初のね、このファーストインパクトで面白そうだったら見るかもしれないです。で、テレ朝はね、よくあるね、列島警察捜査網ですね、追跡26、これがあります。何もないと見ますけど、今回は見ないと思います。あとは日テレでね、有吉ゼミ、年末 SP。これがね、7時から11時超え。結構な長丁場になってますね。私好きなね、ギャル曽根のチャレンジグルメ。こんなのもあるんで、これは見たいと思います。この日は確かね、早帰りにしてるんで、多分見れると思います。で、11時半からは月曜から夜更かし年末スペシャルがありますね。まあ、12時半までなんでね、これは見るかもしれませんね。で、12月27日火曜日です。こちらはね、ちょっと待って、時間があれなんで、だいたい半分で取っとくか。1月6日、まあ、そろそろ半分ぐらいなんだけども、優しい人なら解けるクイズ優しいねスペシャル、潜入噂の大家族スペシャル、村上マヨネーズの突っ込ませていただきます、当たり企画で勝負かけたるで SP スペシャル。こんなのがありますね。私が見そうなのはね、このテレ東のね、ありえへん世界スペシャル。これは多分見るかもしんない。あ、仕事が忙しいから分かんないな。で、開運なんでも鑑定団スペシャル。先ほどね、のね、弱虫ペダルリロード。これは2015年の作品ですね。これも多分次の日仕事なんで見ないと思います。で、TBS に行って、ぶっこみジャーニーズ7、スポーツ天国と地獄。マツコの知らなすぎる世界、これが12時10分からありますね。マツコ好きでね、この日は昼、ゴールデン枠やってないんで、これちょっと楽しみにしておきたいと思います。で、この林修今でしょスペシャル、迷惑バスターズスペシャル、踊るさんま御殿年末超拡大スペシャル、これ7時から11時半ですね。まあ、ちょろっとね、合間に見ながら面白そうだったら見ていこうかなって感じですね。あとは深夜枠11時半から今夜比べてみました年末スペシャルとかもありますね。はい、12月28日水曜日ですね。このね、朝方にもう妖怪ウォッチ誕生の秘密だにゃん、もう子供向けにね、なってきてはいますね。もうスペシャルも多いんでね、世界のなんだこれミステリースペシャル、バイキング年末ゴールデンスペシャル、ここら辺はね、笑っていいと思う時は特大号だけ、年末特大号みたいなのやってましたよね。それの方が結構楽しみで見てたんですけど、残念ですね。であとは動物ピーススペシャルとか、犯罪レッテル2016、1億人の大質問、年末笑ってこらえて年末 SP なんかもありますね。で、多分ね、見ようかなと思ってのこの2016年の人気芸人が大集合、帰れま10史上最大の挑戦、朝昼夜3件連続帰れまトライアスロン4時間スペシャル、これは見ると思いますね。はい、もう時間がちょっといい感じなんでね、ちょっとさらに後半に行きたいと思います。次はね、12月29日から行きます。それではね、また。あとで。